ビアガンで煽り運転。お前らな、まだそんなことやってんのか。煽り運転なんかな、とっくにとっくに時代遅れだぞ。何やってんだよ。今はな、煽られ運転っていうのはあるんだよ。煽られるんだよ。煽られて逃げるんだよ。それやってた方がいいぞ。人に迷惑かけないで。煽られるんだよ。どんどん煽られて逃げるんだよ。俺は鬼ごっこみたいなもんだ。俺はここにいるぞ。おい、こっち来い、こっち来いって、おーいって逃げるようなもんだよ。そんな方がお前、なんでそんな今の時バカなことやってんだよ。本当に年いくつだっていい年だろ。40にもなってよくやるよな。俺はな、お前と違ってな、年近いけどよ、やんねえぞそんなことは。まあ、やんねえ、多分な、今車はねえからな、やらねえだけでな。あ、これか、よし、代わりにちょっとこれはいただきます。軽く、軽く、よしいただきます。うめえ。夏はもうこのこれね、アクエリアス、あれだね、夏はもうこれしかないよ。天気もいいし最高だな。今日はこの最高の日にな、最低なことするな。最低だぞお前は。人から嫌われて嫌がられて何が面白いんだよ。面白いなんともねえだろ。なんかな、いいもんあるといけないからちょっと探してみるわ。あのな、人に迷惑をかけないってことはこういうことなんだよ。誰にも迷惑かけないで遊ぶだけだからよ。こういうだけだから迷惑かかんねえだろ。触るわけでもないし、割れない。紙袋1点。このコーヒーは飲みかけだな。空だ、残念。あとはないぞ。これだ、あるぞ、あっちにもあるぞ。ほいどこだ、どこ、これで、じゃーん。あー、ちょっと見てみようか。どうしようかな。入ってるわけがないな。ペットボトルです。あとはね、ビニール袋、中身はゴミ、カスでした。カス。あとはね、ありませんです。同じです。はい、ゴミ箱にはゴミしか入ってないということです。あそこにもう一つ開けてみた。それはな、誰にも迷惑はかけてないぞー、ないぞー。どれ、おお、タバコのカスだけだ。くせえな、何にも入ってなかった。
Yes!